この金具は引っ張るとロックされる金具なんですよ。引っ張るとロックされる、はい、ここをしっかり締めることで、ここまでね、このロックされる金具までしっかり締めることで、この足が中でこうずれたりとかして、つま先が当たったりとかして痛くなるっていうのを防ぐんで、ここはしっかり締めると。で、ここから先も緩いと足が動いてしまうんで、かかとが出上がったりとかするんで、まあ、しっかりは締めるんだけど、そんなにぎゅうぎゅうに血行が悪くなるぐらいにガーッと締める必要ないんで、ほどほどね、ほどほどに金具はこう上から下にかけていった方が緩みづらいんで、上から下にかけて、で一番最後の金具をかける前にここを通るんですけど、ここ絵が描いてあるんですけど、紐はここから来たやつがこういうふうに、こう来たやつはこうでね、こっち側のやつはこういうふうにかけてくださいねっていう感じで、要は下からかけて持ち替えてかけると。こうすることで、これで両方からそのベロを引っ張ってるんで、これがずれないっていう、それで調整もする。でもしほどけるのが嫌だったら、もうここに輪っかにもう一回ここ引っ掛けてギュッとやれば、もうこれでほどけないん で、あと残った紐はこの辺に縛っとくと、プラプラしないで、こんな感じ引っ掛けて、それでキュッと縛れば緩みもしないんで、うん、そうそう、うん、それで歩けば、あの変なところにこう紐が引っ かかったりとか転んだりとかしなくなるんで、
今ですね、フィッティングしているお客様の1足目2年ほど前に購入された他方なんですけども、ソールの交換がまだかなっていうことで相談に来られたのでご紹介をしたいと思いますね。これで今2シーズン履かれているということなんですけど、ソールの交換はですね、微妙にまだ僕だったら交換しないかなというこのぐらいの感じです。それってまだ交換する必要ないかなと。ただこのつま先のですね、新品のソールはこれなんですけど、このソールと比べると少しここのつま先のこの辺がですね、ちょっと丸みをもう帯びてきて、削れて丸みを帯びてきているので、この新品の状態のこの角がまだ尖っているような状態よりは少しグリップ力は低下はしているとは思います。ただこのつま先のここの部分をですね、少しこう新品よりは丸くなっている、結構丸くなってはいるんですけど、ここのこのここにはちょっと溝があるんですけど、これで言うとですね、このこの溝、この溝が、僕はですね、こう繋がったら交換時期かなぐらいな目安で判断をしています。ただここのつま先のですね、この辺のグリップ力っていうのは低下はしているので、まだこれぐらいだったら許容範囲内履けるとは思うんですけども、でもやっぱり滑るなっていうのを感じたら早めに交換をしていただきたいんですけど、僕はここを目安にします。ここのラインが繋がったら交換時期かなと。逆にこのかかとのここですね、ここのこの溝、この溝がどっちかつながってしまったら交換時期かなぐらいの感じです。でこれもですね、歩き方によっては外側だけがこの辺だけが減っているって方もいらっしゃると思いますけども、それは歩き方ちょっと改善していただきたいんですけど、かかと着地をして頑張られてるとここが減るのが早いですね。でできればつま先着地、しかも内側ぐらいに重心を持って歩けば、そんなにここのかかとのとこはまんべんなくは減ってくるんですけど、激しくここの肩びりだけはしないっていう感じに歩けますので、だいたい重心としてはこの辺に意識をして、で外側はバランスを取る、外側の指はこうバランスを取る感じで歩けば、もうちょっとこう、まあ、これ結構綺麗な減り方をしているので、歩き方は結構丁寧な歩き方をされていると思います。それとあとここですね、ここのサイドラバーのちょうどこの折れ曲がるところ、ここもですね、乱暴に上り、特に上りで乱暴に歩く人は、ここはやっぱ剥がれてくるケースが、こうペロッとこうめくれてくるケースが多いように思います。それはまあ、人それぞれ歩き方癖があるんで、それは悪いわけじゃないんですけど、この人は全然ここに、こうペロッとした感じ、これ2年履いてる靴なんですけど、ペロッとした感じ、剥がれてる様子はないし、補充もした様子もないので、非常にこう丁寧に、歩いている足にですね、余計な負担をかけずに歩けば、そんなにこうここは剥がれてきたりとかはしないんですけど、この内側もそうです、この辺も結構こうベロッと剥がれてどうしようっていう方も結構相談を受けるんですけど、でとりあえず剥がれてきたらここはソールと違ってただのバンパー役なので、そんなに気にすることないんですけど、あまりこう気になるようだったらアロンアルファ的な瞬間接着剤のラバーと革を対応しているやつを買って、それをちょこっとつけてこう貼り付けるぐらいで補修をしてもらえればいいとは思いますけども、基本的にはこう剥がれないように歩くっていう丁寧な歩き方っていうのを心がけていただきたいなと思います。結構もうサイドラバーも少しこう削れてはいたりとかするんですけど、まあつま先も程よく傷はついてるけど、そんなにこう激しいすり減ったような傷はないので、これがまあこの靴2年ぐらいなんですけど、ひどい人はですね、半年ぐらいでもうここがすり減って薄くなってて、もう中のこの中に芯材が入ってるんですけど、その芯材が見えるか見えないかぐらいに薄くなってこう削れてしまってですね、そういう方はつま先を岩にこう擦って歩いている、乱暴なのかちょっとグリップを信用しない、このソールのグリップを信用しなかったりとか、あとバランスが岩場を登った時のバランスが悪くて、どうしてもここに擦って歩かないと不安で歩けないみたいな、まあそれは歩き方ですね。バランス、こう体の重心のバランスっていうのを考えながら歩けば、このぐらいは傷はつくんですけど、まあ、そんなにこう削れて穴が開きそうなぐらいに傷つくことにはならないと思います。その辺も歩き方を、この靴の状態を見て自分の歩き方どうなのかっていうのをある程度こう判断できるので、そんな感じです。これはそういうのを参考にしていただいて、この辺のめくれですね、でこれもドイツで、これはですね、ラバーとボンドの規格がドイツの基準っていうのが、国自体のこう基準が厳しくて、自然環境に対して悪くないものを使うっていうところの基準の中で、5年ぐらい前からまた基準が厳しくなって、使ってるラバーとかが変わったらしいです。そうすると少し3年とか5年とかソール張り替え時期にはこれは交換されるので、一応そのぐらい持つようにはできてるけど、そこまで持たない人はやっぱりちょっとこう歩き方改善が必要かなという感じ。
ただ日本はそれほどこう今度ボンドとか、ラバーの基準がですねそんなに厳しくない、いいことか悪いことかちょっとあれなんですけど厳しくないので、もうちょっとこうしっかりしたラバーっていうか強力なボンドで止められるから、比較的新品のこのドイツで作られた規格のボンドとかラバーよりはもうちょっと剥がれにくいような感じのものが使われているということなんですけども、それもでも剥がれる人はやっぱりちょっとこう歩き方ちょっと乱暴、許容以上に動かすとどうしてもこう革とラバーの伸び率とか違って、あとはボンドで留めてるからそこの固定部分がにこう負担をかけすぎたら当然物理的に剥がれてしまうので、構造的にね。なのでまあ車で運転してて許容以上にこうハンドル急ハンドル切ったら、やっぱり必要以上にタイヤあとサスペンションに負担がかかるのと同じように、この部分にも負担がかかるし、あとは、この底のですねクッション材にも負担がかかるので、こういうとこがこう激しく傷んでたりとかする人は歩き方をもうちょっとソフトにしていただければ、いいと思います。あくまでこれ登山用であって、バックパッキングの靴でそんなにこれ走ったりとか耐久レース的な使い方をするようにはできてない。それをもうちょっとこう優しくですねテント持って、ゆったりと山を歩いて楽しむために作られているので、その範囲内を超えた使い方をした歩き方をしている人はやっぱりその靴にも変なところで痛みが生じたりとかしている場合もあるので、そういう方は歩き方できれば改善をしていただきたいなと思います。以上です。